ンさん、ありがとうございます。みきやくん、ありがとうございます。ペン回し、私もペン回し絶妙にできないからな。学生時代ブランコのお話を詳しくお願いしますって。え、そこいる？ブランコね、なんかご飯食べた後に散歩をしたんですよ。結構40分くらい。それで、そう、愛子がブランコを見つけて乗りたいって言ってたので乗りました。公園で。みやりんさん、くま、ありがとうございます。ひろちさん、ひとしさん、けんじさん、やすべえさん、しまいちさん、ありがとうございます。そう、一人一つです。一人一つのブランコ。久しぶりにブランコしたって言ってた。そうだよね、私も久しぶり。ブランコは乗らない。うどむさん、くま、ありがとうございます。たまごサンドさん、ありがとうございます。ブランコ焦げますよ。普通に普通に行きました。やするパンさん、ありがとうございます。そんな本気で乗ってはないけどね、ブランコ。普通にそんな真剣にはやってないけど、どっちが高くみたいなのはやってない。アキアンさん、クマ、ありがとうございます。ミアリンさん、ありがとうございます。フェリーのボート漕ぐところも足を収めるの大変そうで。それはもう普通に体が硬いんですよ。足が長いんかな。ポジティブ。クニさん、ありがとうございます。 MM さん、ヤーくん、ゴーエンさん、ありがとうございます。オズミさん、ありがとうございます。そう、ビブスが受注受付なので、皆さん胸行きリカビブスぜひゲットしてください。ライブとかに着てきたら目立てる。この人は胸行きリカ推しなのかって一目でわかる。パチロクさん、ありがとうございます。ガモンさん、ありがとうございます。ひっそりと行きたい。え、でもこれ届き出したらみんなが来てくるじゃん。そう、だからひっそり着れるよ。買いたかったけど売り切れちゃったって言い訳ができなくなりました。そうだよ、買えるんだから。買えなかったって言ってたよね。買えなかったって言ってた方はぜひね、買うつもりなかったけど売り切れてたからいっぱいわーわー言っただけだったらダメです。こんばんは。スーパーニモさん、クマ、ありがとうございます。サイズはね、フリーなんじゃない？ビブスって。まあでも大体の人は着れるよ。いろんな界隈でも着てるし。伸びるんじゃない？着れます、着れます。
テルのフリーサイズの部屋着が着れない私はどうすればいいって、痩せろ、だビブスが着れるように痩せようよ、今後目標をビブス着れるようになるっていう目標でこんばんは。絶対着れるよ、だって着れるからフリーサイズで出してるんだから、伸びるんじゃない？こんばんは。そう、まあ着れんかったらまあ普通にグッズとしても美希也くん、クマありがとうございます。多分伸びるんだよね。じゃあ、 STU のマネージャーさんのプーさんが着れたらみんな着れるってことじゃん。プーさんに、ユンさん、クマありがとうございます。プーさんには勝てないからね、みんな知ってるでしょ。プーさんが着れたらみんな着れるから、今度プーさんに試着してもらうしかないか。こんばんは。プーさんそんなでかいです。180センチあるし、立っても着れるはずなんだよね。ユンさん、クマありがとうございます。縦も横もでかいってことです。今日来てもらえばよかったな、今日いたのに、たまたま、本当にたまたま。鼻の下伸びてる、私人中長いんですよ、上唇ないから。こんばんは。試着してもらいましょうね。でも試着できるタイミングがあるかどうか、そもそもレッスン場にいつもいないけど、今日たまたまいたから。メンバーさんはレッスン場にあるビブス、ニヤニヤしてて、草ニヤニヤしてるように見える。こんばんは。そう、ビブスはねレッスン場にあるから持ち帰りはできないんですよ、だから手元にはないです。制服グッズ届きました、だね。もう新しいビブスになってるよ。でもビブスまだ着る機会がないから、まだ開けてないけど、ビブスはフリー入れとかでしか着ないから、リハーサルとか。ニヤニヤしてるように見えますって、いいことだね。でも印象がいいってことだ、口角下がってる人間より何もしてなくてにこやかに見えるということは。ふむふむ、こんばんは。新公演に合わせて着れる、そうね、新公演どうだろうね。新公園、新さん、クマありがとうございます。ラパンさんありがとうございます。
アンコールにあれ出てきたら面白いかも。なんかノイミーさんとかやってるよね、ビブスで。でビブスを交換してみたいな、やってるノイミーさんとかイコラブさんとかビブスでやってる。新公園、新公園は分かってるけど、新公園のレッスンじゃ着ないなと思って、ビブスは。だから新公園で着ないよなと思って、大事な動画撮るときとか大勢いるリハーサルで名前を伝えなきゃいけないときぐらいしか着ないかも。普通のレッスンじゃ着ない。振り入れとかやね。しんさん、くまありがとうございます。ジャックさんありがとうございます。こんばんは。制服のアクスタ組み立てました。お、アクスタを組み立てる派ですね。高道さん結構着てるイメージある。あれだよね、ダンスの動画出してるから。ゆうたパパさん、くまありがとうございます。未開封派ですが開けた。なんで、なんで開けたの。逆に未開封派なのに。ゆうたパパさん、くまありがとうございます。文吾さんありがとうございます。ビールと一緒に取るのに使った。なるほど、珍しい。ビール、確かにご飯と一緒に取るように一つ欲しいよね。確かに私も未開封派なので隠した。確かにご飯と取りたい。今月は制服だったのか。そういや、来月はクリスマス衣装かな。12月。こんばんは。ね、今月もあと10日ぐらいです。一人でご飯行くときは食べ物だけ取るけど、みんなと行くとなんか映ってしまう。そうだよね、おたとも。スルーパンさん、くまありがとうございます。ビーシュの中にアクスタ入れてる人いる？まだいるんかな、そんなことする人。ユキリカが使ったビール。コロネさん、クマありがとうございます。パフェとかに刺す。ケーキ、汚いよね。まあ新品ならか、ちゃんと拭いてからならまあギリいけるかも。ケーキとかに刺したら可愛いかも。すごい、座布団引いてから椅子の音が減った。動いてもあんまりならない。
るけど。お疲れ様です。ね。前までも動くたびにめっちゃもうギー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 言ってたんですけど。グッド。今日も寒いですね。今日は16度か、16度。喉が渇いたのでジュース買って帰ります。どうぞ。私もさっき買ってきました。オレンジみかん、オレンジみかん。モンモーさん、クマありがとうございます。オレンジみかんどっちの勝ちですかって。オレンジ、オレンジレンジ、オレンジ。好きなカップ麺はノーマルなカップ麺です。あの白と赤のカップヌードル。今日は何歩歩きましたか。何歩歩いたと思う。でも1時間ぐらいは歩きましたよ。ほうほう。いや1時間じゃ1万円いきませんから。1万円行くには 2,3 時間歩かないといかない。もう過去の経験より。1時間じゃ1万はいきません。結果8463です。8463。さっきのコンビニも響いてるんか。でも愛子寺との散歩は5000歩ぐらいだわ。1時間で1万は多分いかないと思う。普通に1万歩何分。早く歩いて1時間10分かかるって。ゆっくり歩いて1時間40分。そうだって私2、3時間歩いて1万5000とかですもん。だから1時間では無理ですね。だいたいいつも1万歩くときは2時間から3時間少なくても歩いてる。こんばんは。そう、意外とね1時間じゃいけないんですよ。ずっと歩き続けても早足で1時間10分はかかるって書いてる。女性は1時間半とか書いてるね。大股で歩くと効果出る。私でもそもそもね歩くのめっちゃ早いから。キンキンパーさん、クマありがとうございます。みんなに言われる歩くの早いって。だから人によってはめっちゃ合わせてる。小股でちょんちょんちょんって。こんばんは。おいもちゃん、クマありがとうございます。歩くの早いんですよ本当に。
足長いかな、足長いからか分からんけど多分回転も速いんかも、スタスタ歩く。そう、1キロ10分とか、速い時はもうちょっと速かったり。何歩歩くか目標立ててる？1万ぐらいは歩きたいですよね。足りないや。でも1万ぐらいはと言いながら2時間かかるからな。まあ8000も歩いたら結構いってるか。土日月か少ない。日曜1000とかだ。これ家出てないでしょ絶対。こんばんは。2時間。一歩が長そう。一歩も長いし、多分もう本当に真剣に歩くタイプなので早い。スタスタ。こんばんは。ウォーキング。こんばんは。いやいや、一瞬コメントが止まったんかと思った。配信こっちで確認したけど止まってなかった。会話が終わっただけか。カムカムさん、クマありがとうございます。続きまして、どんちゃんありがとうございます。うま、お話し会の決済あと1時間半です。ウォーキング、あ、ジョギングか。ジョギングしないですね。走らない。ジョギングするなら暗い時がいいかも。明るい時にちょっとしたくないかも。中さん、きのこありがとうございます。ジョギングするならでも朝がいいんだろうけど、明るい時にジョギング。なんか誰にも見られずに密かに走りたいから。なんで？え、暗いと見えないじゃん。だから見られたくない、ジョギングしてるところとか。走り方変じゃないかなとか思うし、なんか変かな。だから暗闇で走りたいです。走るなら明るい人が普通にいっぱいいる時にはしたくない。ジョギング、私多分走り方変なんですよ。だからそう、自覚ありますよ。だからあんま走りたくない。
何が変なんかは分からんけど自覚はある。鏡の前で走らないと。ゆうしけくん11ありがとうございます。イフォースで見返しますってひど。この流れで見返すとか。こんばんは。だから走ることは極力避けてきた。カエル化されちゃう。まあそもそも走るのそんな速くないから。トラッキーさんクマありがとうございます。まあ誤差だけどね、走り方なんて大体の人が同じ感じで走ってるから気持ちの問題ではあるけど気になる。こんばんは。今さら走り方ぐらいで冷める人はここにはいないね。それ以上にひどいことをクラコンでいっぱいやってるから。塩で食べるお刺身結構美味しかったですよ。イモンスだね。そう、醤油がないから塩で食べたけど意外と美味しい。塩何かに塩がめっちゃあった。ご飯かな、白米に塩とかもめっちゃ合いました。おかずがなかったから白米と塩で食べたんですよ1日目の夜。レンチンご飯と塩で食べたんですけど、ご飯に塩合うなと思いながら。まあおにぎりとかそうだよね、塩をいっぱいつけて食べてた。ご飯クラコンとイモースどっちが辛い？クラコンは辛くないですよ全く。イモースも別にまだ辛いことはないけど、もっと過酷なことしてるロケ、あのなんかどこまで放送されとるか分からんけど。宗広さんクマありがとうございます。塩のお刺身も美味しいよね。え、クラコン最近してないからクラコンの精神的辛さ忘れてるかも。意外と最近回ってきてない。だから穏やかな日々を暮らしてるのかな。こんばんは。でも慣れてきましたけどね、淡々とこなせるように。はい靴下ねみたいな。ラパンさんありがとうございます。もう一発芸とかがないけどね、一発特技披露みたいな。あそこのネタが本当にもうないけど。イモツンは1回しかやってないよ。2回か。メンタルがってこと？太鼓叩くの得意です。確かに最近クラコン何してるんだろうね。荷物やってるんかな。イモツンって
岡村リオちゃんのことかと思っていました。いや合ってるよ。岡村リオちゃんのあなんか独特な習慣みたいな習慣よくやってるなんか動き方みたいな。リオツンです。リオツンのやつなので合ってます。リオツン日常的な習慣ルーティーンです。妹もリオツン。イモは芋虫の芋です。なんか芋虫みたいな動き方をするんですよ。床に這いつくばってほし上がった魚。こんばんは。プラコンでも3期生が入ったから呼ばれる頻度落ちたのか。でもそんなに昔ではない気するんだよな。くだらないと4月5月6月とかで出たよね。そんなに昔ではない。こんばんは。ね、3ヶ月ぐらいだった。いつだったか忘れたけど。ストライク？ストマイク？ストライク？田舎のおじさん、クマ、ありがとうございます。最近ヤキリカのブログを改めて見てます。いいかもね。なんか簡単に昔を振り返られるじゃんブログって。2019、2020、録音して再生するやつ懐かしい。桃太郎さんとかのやつか。面白かったよね。そうブログです。昔のも見れます。ブログはね昔やってましたよ。ブログありましたっけって。ブログか。何書こうかな。ブログね一応あるにはあります。あわブログなんか決められたら私は守ってらせるんだけど、決められんかったら。公式ブログ、こんばんは。でも毎月タウン情報の記事を書いてるからブログ書いてる気分、あんな感じってことよね。タウン情報は12分ぐらいで完成することが分かったの。今月何分ぐらいでできるんかなと思って一個ずつマネージャーさんに送ってみたら、いつもは全部記事書いてバーンって送ってるんだけど、今月は
1店舗記事書いて送って、2店舗目書いて送ってみたいな、1個ずつ小分けにして送って、そう何分ぐらいでかかるかなと思って、15分ぐらいだった。1店舗4分です、送信できるまで、書き出してから書き始めて送信できるまで4分。5時22分に1店舗送って26分に2店舗目送ってるから3分ぐらい。早くない？この毎月の提出物マジ。5時22分に1店舗目送って26分に2店舗目送信できてるから2分とか3分で終わる。プロってきてる。 2分とか。一番悩むのがゆきりかの一言みたいな。渡辺さん、くまありがとうございます。深夜さん、くまありがとうございます。夜の5時です。朝5時に送らないよ。ダウン情報だから書くのめっちゃ早いと思う私。2店舗というキリカの一言全部合わせて10分で終わるから。こんばんは。今月の一言よかった？何書いたんだろう。マジ本当に思いつきで適当に書いてるから。簡単に書いてるって思われちゃう。え、簡単に書いてるよ。モマさん、クマありがとうございます。でも簡単だけどちゃんと書いてる。お店の場所と感想と良かったところと味とか。なんで良かったところ、150文字ぐらいかな。めっちゃスラスラ出てくる。思った感想をバーって書くだけだからめっちゃ早い。感想逆に悩むことなくない？行った時の感想を文に起こすだけっていう口コミみたいな感じ。こういう口コミ書いたらいいんだろうな。口コミマンになろうかな。でも口コミお願いしますって言われたら私書けないんですよね。なんか美容室とかネイルサロンとか、よかったら口コミお願いしますって言われるけど、なんか口コミって何書いたらいいのみたいな。タウン情報松山だと思えばいいんか。そう、この前のネイルサロンも口コミお願いしますって言われて、分かりましたって言ったのに書いてない。書いてあげなきゃ。でもどんぐらい褒めていいかもわかんないじゃん。顔も見られてるしさ、あんまりさ変に褒めれんじゃん。桜みたいな、店員さんが優しくてみたいな。技術力もなんか、だからどんぐらいで口コミを書けばいいかわかんないから、テンション感マジ難しい。中さん、クマありがとうございます。しかも褒めるしかないよね。こんばんは。でも口コミ見たらみんなさ結構いいこと書いてるじゃん。飲食店の口コミは書けるけど、そういうネイルサロンとか美容室は書けないし、なんかハッピーで
終わることも結構ないから、素直な、そう、嘘つけないんですよ。嘘で褒めれないから、素直な感想。翼欲しいさん、あら、ありがとうございます。めっちゃ語ったら次行くと気まずい。確かに。おがまるさん、くま、ありがとうございます。友達の妹感強い。嘘つけないは嘘ついてるになるから。どういうこと？え、嘘で褒めちぎれないじゃん。嘘で褒めちぎったら嘘くさくなる。でもタウン情報松山のお店は基本心からいいなって思ったから正直に書いてるけど、トラッキーさん、クマ、ありがとうございます。美容室とかは結構、ああここもうちょっとあれだったのにと思いながら意見言えずに終わることが多いから、褒めるところない。嘘つけないんですって言われるとあまりいい感じしないかな。嘘つけるようになりたい、もうちょっと。い、嬉しくなくて。なんかモマさん、クマ、ありがとうございます。たまに思うんだよね。美味しくなかったら美味しくないと思うので、ダメな人だなって思います。うどむさん、くま、ありがとうございます。でもタウン情報の店はめっちゃいい店しか、てか愛媛の店が悪い店ないかも。今月書いたやつはめっちゃ良かった。嘘も方便ね。でもなんか似合ってないやつは似合ってないって言っちゃう派なのでね。今日もカラコンどっちがいいかなって聞かれて、え、いつもの方が髪色に合ってもいいんじゃないみたいな、それつけてるんだからそれ褒めろよと思いながら自分的な感想を。文吾さん、クマ、ありがとうございます。でも私はいつもの方が似合うと思ったから、茶色の髪に色にも合ってるし、グレーよりも。うんごさん、くま、ありがとうございます。似合ってないものは似合ってないって言っちゃう派だから、マジ正直に言うなよって思います。 ISTPこんばんは。でも福田さんには見抜かれてるんですよ、そこ。ゆきりかはそう、本当のこと言ってくれるからみたいな。こんばんは。ゆきりか先輩だからって気使って似合ってますって全部言わないからみたいな、髪型とか言われる。似合ってなかったら似合ってないって言ってくるからって福田さんには見抜かれてます。
モップさん、クマ、ありがとうございます。そう、忖度しない。え、それ似合ってないですよって。絶対先輩だからってみんな似合ってるって言うけど、後輩は、あ、それも可愛いですよ。こんばんは。ハゲったらハゲって言われますかって。でもさすがに傷つくようなことは言わないけど。ヤスルパンさん、クマ、ありがとうございます。ハゲてないねとは言わんけど。そんなヤキリカにいいねもらえたら嬉しい。いいね、その髪型いいねってことか。あ、福田さんも結構正直ですよね。そうそうかも、言ってくるかも。確かに同じ人種。多くはないよねとは言わないよ。私何も言わないけど。俺ハゲてないよねって聞かれたら、ハゲてないよとは言わないけど、何も言わない。福田さん ISTP じゃないよ。いいでしょ絶対。いい。やあやあ、おでこが光ってるようだったからセーフって。そう、傷、そう、遠回しに。いや、おでこが光ってたんだもん。ツルツル、お話し会でおでこ光らしてたから、そこはちょっと突っ込んだけど。ラスビダーニャさん、アイスありがとうございます。遠回しにって言ったらアウトになりますって。でもハゲてないからね、ふさふさだから、ふさふさだから言えるんですよ。こんばんは。本当の本物じゃないから。本物じゃないんですよ。私もふさふさなのかって。クマさん、クマ、ありがとうございます。おでこ隠せる前髪ありませんって。男の人ってそうじゃない？前髪上がってるじゃん、短いし。男の人でおでこ隠れる髪型の人あんまいないよ。父さんとかツンツンだし。ツン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 。前髪あった。でも単発だったらさ、ないじゃん。しぐれさん、くま、ありがとうございます。ゆうたパパさん、ありがとうございます。女の
の子は前髪あり、なしの人もいるけど、なしが似合う人はなし。私はなし似合わないからあり。しぐれさん、くま、ありがとうございます。なし、前は前髪あった方がいいですかって。どっちでもいいんじゃない。でもおでこ狭いよね。なくてもいいんじゃない。こんばんは。わかりました。なくてもいいと思う。こういう上げてても。って。前髪なくしてもいいですか。あなたはおでこ広めですよね。あった方がいいんです。しぐれさん、こんばんは。ありがとうございます。そう、かき揚げ。前髪切ってますよ、定期的に。おでこめっちゃ狭い人いるじゃん。おでこ狭い人は出してた方がいいよ。めっちゃ狭い人いるよね、男の人。父さん広いけど出してるけど、まあ似合わせたらいいんですよ、何でも。おでこ狭いよね。おでこ狭い。こんばんは。意外とどんな髪型でもいけるかもね、見慣れたら。第一印象でさ、結構なんか変っていうか独特な髪型でも、あ、その人はそんな感じかって受け入れるから、まあどんな髪型でも。あ、まあ、別になんかね、急に変えたら違和感もあるけど、最初からそれだったら別に多分違和感ないし、それが似合ってるね。アフロの人最初からアフロやったら似合ってるって思うし、まあそうね、急にイメチェンしたら違和感はあるけど、最初からアフロだったら その人はこれかっていう、似合って見えるしいいんじゃない。時間経つの早い。そう、50分54分。髪の遊具に関係なく、かっこいい人はかっこいい。そうだね、結局は顔のパーツですねって。なんてことを。渡辺さん、クマ、ありがとうございます。赤アフロあれ似合ってるよね。こんばんは。なくてもかっこいい。なくても、そうね、髪型ね。でも髪型そんな意識して見ないからな、人の。意外と何でもいいかも。こんばんは。
そんなに髪型見んくない？街中にさ、女の人いても、髪、まあ、ボブかロングかぐらいでしか、あとは一緒、全部巻いてようがストレートだろうがなんだろうが別に髪で、髪は何でもいいやって感じ。あんま、前髪、本太郎さん、くま、ありがとうございます。アイドル見るときは気にする？そうですね、ね、街行く人とか気にならんよね。どんな髪型してても。例えばあれやがって、松本さんかっこいい、かっこいい、うーん、まあかっこいいも人それぞれですからね。服は見る？服か。個性大事ね。でも松本さんも結構個性強めじゃない？なんか王道イケメンっていうよりは。だから人それぞれですよ。自分の良さをうまく出してるって感じじゃん。どちらかといえば個性。だからいけるよ。清潔感出して、王道イケメン系じゃないけどイケメンに見えるってことは、雰囲気とかその自分の持ってる個性をいい感じに出せたらイケメンに見えるってわけですよ。これいい意味で、失礼じゃなくて、王道イケメンって感じではないね、個性派、お目目クリクリの王道イケメンって感じじゃないけど、ふむふむ。マッシュヘアでモノトーンの服着てたらなんとなくイケメンに見える。確かに、で顔近づいて見えんとわからんよね、そういう人って。雰囲気、雰囲気でやってるよね。 TikToker とか Instagrammer とか、この辺までマッシュな感じの髪型で顔は近づかないと分かりませんみたいな雰囲気系。まあそうね、雰囲気大事ね。鍛えてたり、髪がオイリー、
オイリー、髪がオイリー、ワックスってことか。オーラが出せればいい。そうだね、鍛えてみたら。今でもダイエットもめっちゃ大事やなって思いました。最近弟が6キロ痩せたって言ってて、なんか顔の肉もなんかシュッてしてて、鼻もスラッてしてて、こんなに顔変わるんだって思って。太ってる時と痩せてる時ってすごい身近で実感した。あ、めっちゃ影響された。そんな顔変わるみたいな。あま、イケメンになりましたかって。イケメンなんじゃない、自分の弟だから何も思わんけど。私よりもパーツいいですから、弟の方が。もうちょっと広い二重で、鼻高くて小さくて、鼻シュッてしてる。輪郭も。私の弟の方が顔のパーツはいいです。クリクリ二重。いいなって思います、目だから。綺麗な二重なんですよ。お目目だけ変えてほしい。おめめ、みきやくんかわいい、ありがとうございます。絶対に目周り近寄らせないでねって。大丈夫です、弟シャイなんで。そんな、こんばんは。セリフタイ、まあ唇は一緒ですね。上唇はあんまりない。私の家族は遺伝です。みんな同じような口してます。私は遺伝ですね。こんばんは。ハロー。普通は目が似る。まあ目も似てるよ多分。みんな同じ感じの目。お父さん母さんも。お父さんかっこよくはないです本当に。ソース醤油って感じ。とっちゃん、クマありがとうございます。こんばんは。でも意外とソース醤油系のお父さんの方がいい感じになるみたいな、ツイッターでめっちゃ流れてくる。塩顔よりも
ばんは。芸能人で言うと誰にって、いやじゃあもうちょっと上げづらくなった、かっこよくないって言ったから。こんばんは。あ、そう、顔濃ゆい系の方がなんかそう娘が可愛いみたいな、なんか斉藤さんとかなんか誰だろう、濃ゆい系めっちゃツイッターで回ってくる。確かにいいと思って、こってりソースみたいな二重の。意外と塩顔、塩顔系の、そうそう、まあなんか娘にが、そうだからアンガールズ田中さんの娘さんとか結構めっちゃ可愛くなりそうじゃない？目クリクリじゃん、おっきいし、二重幅広めの目クリクリでそんな感じの、かわいい。そう、アンガールズ田中さんとか斉藤さんとかそっち系ですね。濃ゆい系です、本当に濃ゆい。こんばんは。カニ好きですお父さん。カニ好きですよ。カニの足食べてたよく。カニのすくい出すやつで。カニがカニ食べてるみたいな、まあ、かまじいみたいな感じだから、手足長いからかまじいみたいな感じです。カニ、手足長いんでかまじいです。千と千尋知ってないと分かんない？え、千と千尋かまじい知らん方いる？逆に私のじいちゃんばあちゃんですら知ってるよ。かまじいはもうそれぐらいの認知度だと思ってるんだけど。トントンさん、クマありがとうございます。ジブリ派じゃない方は確かに。ヒデジーって、あのマルちゃんに出てくる人違うか、お姉ちゃんがめっちゃ好きな、マルちゃんのお姉ちゃんが好きな、こっちの方がマニアックだけどな。まるちゃんのお姉ちゃんがめっちゃファン、ひでじ。逆にそっちの方がマニアックじゃない？マジ？そっちは知らない、あんまり。秀樹じゃなかったって、あれそれ秀樹だっけ？違う？ジジイはじゃあ花輪くんの、まるちゃんにいるよね。でもまるちゃん、そんな設定あったっけって思った。秀樹かそれは。
なるほど。秀樹の漫画ややこしいな、わかんないよ秀樹。そっか、秀違いでした。羊か。ひでえな。お、うまい。締め。いいね。で、わかるとき。まるちゃんのお姉ちゃんが秀樹ファンなのも知ってる人少ないでしょ、絶対。結構まるちゃん見てないと知らないよ。千と千尋よりもむずい。面白い女投げようとしたら G が足りませんでした。お、G。かけてきたな。え、常識じゃないよ。多分最近の子とかは知らないと思うけど。まだカマジーの方が知ってるけど、お姉ちゃんが秀樹ファンなのちゃんと見てないとそんなの分かんない。若い子は秀樹さん知らなそう。そうそうですね、分かんない。名前は知ってるけど代表曲とかわかんないかも。名前は知ってるよ。こんばんは。え、広島の方なんだ。生まれ菅田将暉が好きとか設定変わるんかなって。変わんないでしょ、そこ変えないでほしいけど。傷だらけのローラー、ローラーってやつ。地元広島なんだね、すご身近。ローラーローラーってやつ。ローラーローラーこれかな、違うかな。こんばんは。え、繰り返しくない？ローラーって歌ったらローラーってくるくない？合ってるよ。歌詞わからんけど続きもわかりますよ。音程合ってますって。よく聞いてたわ。なるほどね、それが秀樹さんか。ヤングマン、YMCM、 あ、それは超有名。あれ、それもすごいじゃん、めっちゃ有名な方だった。誰がどの曲歌ってるか一致してないからな、この世代。若い世代、若いって言っちゃうけど。その歌の方かって
わかんないから。こんばんは。パモ好きだよ。多分秀樹さんの曲聴いたらめっちゃ知ってると思うわ。そんな気してきた。なるほどね。そんな気がします。情熱の嵐とかもある。ちねさん、きのこありがとうございます。ももさんありがとうございます。夏メロ、ブーメランも知ってるよ。あ、それもまた別の曲。ブーメランのやつも知ってる。知ってるの？知ってるよ。誰がファンだったんだろうって。お父さんがファンだったんかな、もしかしたら。ストリートって言ってるんだ、あれ。なんかなんて言ってるんだろうって思って。スポイトって聞こえてる。スポイトなんて言ってるんだろうと思ったらストリートか。スポイトに聞こえるくない？だから何なんだろうなと思って。ストリートね。スポイトめっちゃ当てはまるよ。スポイト。ストリートか。なるほどね。全然ちゃ、いや、わかんないもん。だってなんて言ってるか歌詞見てないからさ、耳で聞いてるだけだから。え、ね、しっくりくるくない？スポイト。ぜひ改めて聞いてみてください。謎に詳しい。そう、お父さんもお母さんも歌が好きなので、本当に幅広いジャンルの歌を小さい頃からずっと車で聴いてた。しかもドライブも好きだから、そう、めっちゃ知ってるんですよ。ずっと昭和ソングだけ聴いて、12年13年ぐらい。家でもかけてるから。家に大きなスピーカーがあって、家でもずっと流れてるの。ずっと聞いてたのですね。それで覚えた。
こんばんは。ミーク、クマ、ありがとうございます。カラオケでいつかお願いしますって。それはでもね、STU 中はイベントの時しか歌えないね、カラオケ大会みたいな。でも低いけんな、秀樹さんの歌。私が歌うにはちょっと渋いよね、声が。瀬戸内だからなんとか、広島だからカラオケ大会やな。ローラは高い。最近の男性ボーカルとは一線もね。最近の男性ボーカルといえば誰なんだろう。星野源さんあたりで止まってるからな。女性の歌でお母さんが聴いてたのどんな曲？え、もう昭和に流行った曲全部聴いてますよ、お母さん。どんなジャンルでもマジ幅広いです。米津さんか。ね、星野源さんあたりで止まってるよね今男性。なんか分かるようで分かんない。多分藤井風さんみたいなあっとんかな、なんて読むんだろう、分かんないとか。バウンディさんとか。どっちのケントさんか、そっか。ミセスさんね。ヌー、ヒゲダンさん。なんてたってアイドル知ってるよ、超有名じゃん。もうめっちゃマニアックじゃない限り知ってると思うよ、本当に。12年ぐらい聴いてたもん、毎日昭和ソング。ミセスさんか、逆にあんま知らないな私。あわー、藤井風さん、藤井風さんなのそれは。超能力戦士、キングガン、何それ。車の中はラジオじゃない、歌。キングヌーのこと言ってる、キングガンって。ヒゲダンさんね、ヒゲダンさん。でもさ、ヒゲダンさん2019って感じ、めっちゃめっちゃ流行ったよね。何の曲だったっけな。ね、岡村孝子さん、わかるよ曲は。待つわ、夢を諦めないで。
めっちゃ歌好きなんでね、お父さん本当に。もう CD がめっちゃある家に。し、歌好きすぎて自分が歌いたくてカラオケねするぐらいだし。よっぽどの歌好きですよ。歌うまくないけど。CD もめちゃくちゃあるし。家族でカラオケ行かない。お父さんとはほぼ行ったことなくて、よくなんか酔っ払ったら歌聞きたいって言われる。でも歌わないよ。リカの渡良瀬橋を聞きたいってずっと言われる。確かに自分でカラオケ部屋作るぐらい好きなのって。リビングにスピーカー置いたりしてるから、上についてたりするし、スピーカー。松田聖子さんと中森明菜さんどっち派ですかって。お父さん森高さんです。でもさ、お父さんの前で歌いたくないよ。なんか素直じゃないじゃん。だから何かと文句つけてくるだろうし、ツンデレだから多分褒めるとしても、ああまあ意外と聞けるなみたいな感じでくるしね。素直に褒めないからなんかあんまいい気分で終わんないし、まあ聞けるなみたいな言ってくるよね。素直に褒めないよね本当に。お小遣い確かに。じゃあ2000円でって、一曲2000円なら。そう、一曲2000円ならまあとってもいいや。プレミアムシート、そう、お小遣いでする。でも家族でカラオケとか行ける家族ってめっちゃ仲いいよね。弟の歌も聞いたことないです。お母さんと行ったことあるけど、家族でばあちゃんも行ったことある。大体行かないよね家族ではカラオケ。そんな改めて自分の親の前で歌うのもって感じだし、まあ一回歌ってしまえば慣れるから行こうよってなるけど、最初の一回のハードル結構高い。ね、家族で行かないよね。ですよね。クマありがとうございます。まあ、最初の1回歌えばもう全然。お母さんの前で千本桜めっちゃ歌ってたもん、中学生の時。これリカが好きな曲やろって千本桜言われる。中学生の時に姉とカラオケ行ってた
仲良しじゃん、めっちゃいいじゃん。中学生の時千本桜カラオケで歌うの流行ってて、そうお母さんと行った時に何回か歌ってた。しかも千本桜同じ曲を。夏いね。あとは美和さんとか生き物係さん。何歌ってたんだろうあの時代。ないものねだりさんとか流行ってた。猫さんクマありがとうございます。美和さん流行ってたよ、めっちゃ歌ってた。猫さんありがとうございます。クマないものねだりさん、確かに曲にさんつけてる。ないものねだりともう一曲めっちゃ似たやつあるよね。なんだったっけな、めっちゃ似てる。なんでもねだり、ないものねだりとなんでもねだりだ、両方流行ってた。なんでもねだりは誰の曲だ。カナブンさんか、同じか。 その辺がめっちゃ流行ってた。そうね、西野カナさんもめっちゃ歌ってたかも。逆に愛子さんとか歌ってないんですよね。あとストーリー愛さんかな、誰曲なんだっけ。愛さんクマありがとうございます。あとあったかいんだからとかも流行りましたよ、カラオケ。ライスさんありがとうございます。あったかいんだからめっちゃ長いから。そう、いやね、あったかいんだからカラオケで歌うのめっちゃ流行った。ちゃんとフルであるんですよ。ドブロック宇多田ヒカルさん、どんな曲があるっけ。ファーストラブ。なんか宇多田ヒカルさんとか愛子さんは歌が上手い人が歌うって感じだから、ちょっと難しいのかもしれない。歌そんな歌唱力系。友達とカラオケ行った時に青山テルマさん、何曲があるかな。50TA 何それ分かんない。あとはねチェリーとかも流行った。そばにいるよか。なんとかシークレット、そう、ゆいさんの方のチェリーです。
のチェリーもあったっけ。あれだよね、陣内さんがネタにしてるやつ。スピッツさんじゃない方です。スピッツさんのチェリーは陣内さんの漫才のネタになってるんです。いや、もともと知ってるけど、陣内さんがハンバーグの作り方の替え歌してて、それのめっちゃ印象が強い。くま、ありがとうございます。浜崎あゆみさん世代ではないんですね。知ってるけど。38分。ゆっちゃんくま、ありがとうございます。ヒデさん、ありがとうございます。クマ、明日は夜って。明日はまあ夜ぐらいです。クマ、何時頃。まあ気分だな。8、9、10のとこから、どこかで、お父さんがカニに似てる話から広がりました。そっからだっけ。ローラとブーメラン知ってるという。知ってるよ、だって有名じゃん。ブーメラン、ブーメラン。ヒデジーから広がったんだっけ。カマジーからか。じゃけんお父さんからか。お父さんがカマジーに似てるからヒデジーになったもんね。お父さんカマジー。いいね。ちょっと秀樹さんの曲を聴きたくなった。配信終わったら聴こうかな。懐かしい、懐かしい思い出を蘇ってきそうやな。ブルースカイブルー、もう絶対知ってるんだよな、きっと。多分アルバムとかを流してるんだよね、車で。そう、アルバムだからずっと秀樹さんの曲が流れてるの。だから秀樹さんアルバムとかあるんかな。あるよね、調べてみよう。アルバム、なんかホットカーペットが熱くなってきた。ホットカーペットじゃないわ。ベスト版か。
そういうやつか。多分そういうの聞いてたからずっと秀樹さんの曲だけが流れてくる。だから今日は秀樹さんの曲みたいな。だからそれに入ってる曲は全部知ってるんですよ。しかも本当にドライブが好きだから私の家族は本当に。ベスト版か。これもカセットですかって。で昔は MD みたいなの聞いてたよね。 CD もいけるけど。あ、ベスト版あるじゃん。CD だって車って今とそんな変わってないもん。車にカセットって入る時代あったの。カセット時代。カセットって何？普通に CD と MD です。へえ。2010年。でもこの秀樹さんの私アルバム聴いてるとしたらめっちゃ知ってるわ。これに収録されてる曲多分全部ちょっとだけとか歌える。なんかシングルで買ってなくてアルバムで流してるから。車カセットテープか。カセット。オールヒデキさん多分めっちゃ知ってると思うよ。多分聞いたらタイトルだけじゃちょっとわからんけど。表題はね完璧ですよきっと。さっきみたいな分かりやすいタイトルのやつはすぐさ、そのサビに入ってるローラとかさブーメランとかめっちゃ繰り返すからタイトルだけでパッて分かるけど、他のタイトルは。サザンさんとかも聞いてたよ。でもサザンさんそんな昔じゃないよね。ラジカセか。ラジカセじゃないな。でもあれはあったよ。なんかめっちゃ大きい CD のやつで、それを置いてこういうのをカシャンってして、こういうカチャってして、サザンさんめっちゃ最近に感じる。最近もやってるからかな。マサさんありがとうございます。レコードか。めっちゃ大きい CD でポンって置いてこういうのを針みたいなこうやってして蓋閉めて
くやつ、レコードだ、それがレコードか、そう、針みたいなやつ。そう、めっちゃ大きい CD。 円盤黒かった。そう、黒いだ、針、そう、すごいよね。そうなんですよ、レコードですわ。レーザーディスク、あ、レーザーディスクじゃないです、これじゃない。あ、レコードだ、レコード、これこれ。不思議だなと思って、あの針みたいな CD が回るんですよ、針みたいな。ねえ、不思議だよね。 CD じゃない、でも大きい CD じゃんこれ。LP、EP、何それ。そう、知らないもん。CD 世代だもん私は。それで聞いたことあるけど、曲、レコードでも。レーザーディスクもある。レーザーディスク、そうです、そうだよ、サブスク世代だから。レコードね、レコード、実家にプレイヤーあるよ。レーザーディスクもありますね。でもレコードもあるし、でもレコードが私の中では、レコード、多分イントネーション違う気する、印象的だった、針みたいなやつ。エイトトラックって何？エイトトラック、めっちゃ昔ってこと？このエイトトラックのカラオケあったよ、めっちゃ昔。懐かしい、カセット入れてカラオケするやつ、一曲一曲じいちゃんがやってた。8トラック、これ8トラってやつ、同じか、呼び方が違うだけか。8トラもうあります。8トラ、8トラック、
なんか点滅した。そう、それのカラオケもあるし、普通のやつもある。音楽好きすぎるよね、普通に。なのにね、なのにそんな歌うまくないっていう。高則さん、クマありがとうございます。昭和を感じますね。懐かしい。そう、じいちゃんがねこれでカラオケしてたの。一曲一曲カセットテープ入れてカラオケしてた。超昔からカラオケ部屋なんかあって、うっすらと記憶にある。土方さん、クマありがとうございます。超昔の記憶、私がもう4歳5歳とかかもしれない。カラオケ部屋は昔からあるんですよ。あ、でも場所っていうか違うけどね、その部屋とは。今のは懐かしい。カセットを入れてカラオケせんといけたんですよ。そう、豆まき以前もカラオケ部屋あった。あんまり記憶にないけど、なんか微妙な記憶だけ残ってるんだよね。こういうちょこっと変なちょこっと、そのカセットテープ入れてたみたいな。カラオケするのに雪梨花が同世代と分かりました。違うから。雪梨花のおじいちゃん、それは行き過ぎやな。父さんだな。ね、部分的に残ってる記憶。時間大丈夫、あと5分ある。2分前ぐらいに男女を見ます。久しぶりに秀樹さん聞きたくなったから聞こう。キチネさんありがとうございます。懐かしいな。でも小さい頃の楽しかった記憶とか思い出して悲しくなりそうだな。秀樹さんの耳でなった。秀樹ー、まるちゃんのお姉ちゃん状態。ね、昔の記憶が蘇ってくる。歌ってめっちゃ蘇ってくるもんね、本当に。こんばんは。ね、車で保育園行ってた記憶とか蘇ってくるかもしれんわ。あと4分。悲しくなるな。でも楽しかった記憶とか思い出したら逆にね、楽しかった記憶なのに悲しくなるっていう。もうあの時代は戻れないし終わった話だ。こんなに大人になってしまったみたいな。思い出を思い出したら悲しくなるからね。あんまり思い出さない。いい思い出でも悲しくなるじゃん、思い出って。悲しい思い出を思い出して悲しくなるわけじゃないんですよ。
辛かった思い出悲しかった思い出じゃなくて、楽しかった思い出でも悲しくなるの、思い出したら。だから思い出はもう思い出したら全部悲しくなるので、よかったなーって言って思って、そうだから振り返らないです。あと2分ぐらいということで、誕生日見ます。13位ムーランさん、12位カズさん、11位ミヤリンさん、10位ヤーくん、9位理化学研究所さん、8位渡辺さん、7位文吾さん、6位ラパンさん、5位モマさん、4位ゆうたパパさん、3位ミキヤくん、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。これから楽しい思い出たくさん作ろうなんて、楽しい思い出も思い出したら悲しくなるからね。あの頃あんな楽しかったみたいな、今と比べたりして、なんかしもう戻れんし、なんかその頃の若かった記憶とか思い出して悲しくなるから、あと2分です。あと1分ちょい、1分ちょい、センチメンタルジャーニーも知ってますよ。センチメンタルジャーニーということで、あと1分あります。ありがとうございました。またピンクね、熱くなってきた。電気毛布 C 裏起毛です。めっちゃ熱い。ズボンも服も裏起毛で、電気毛布が熱くて熱いですということで、おやすみなさい。おやすみ。